おはようございます、こんにちは、こんばんは、刹那圭介です。今回は久しぶりにこの BO2 の実況をしていきたいと思いますね。めっちゃ久しぶりなんですよ、これが。何ヶ月、2ヶ月ぶりやん。2ヶ月ぶりで、昨日2ヶ月ぶりにやったわけですよ。昨日徳島に帰ってきた、すぐね、ドローンか。そりゃもう2ヶ月もやってなかったらすっごいボロボロでね、こんなんやってられるかってくらいの下手くそっぷりだった。まあ、とりあえずね、何度もからやって、とりあえずはレシオ1超えるぐらいだったら何とかなったんよね。今回の試合で、今回の実況で、それで、まあ、さらに限界突破していきたいなと思う、そんぐらい。とにかく BO2 っていうのはもう、あれよ、感覚のゲームやけんね。そういうなんか、ブランクっていうのは非常に痛い。ドローン。まだ俺得意なステージなんよな、これ。まだ俺が得意なステージやけん。まあ、頑張ったら勝てるくらいかな。わからん。ここで使うのはサブマシンガン、ビクトークってやんかな、これは。命中率重視。射程短いけどね。そもそもこれは、近距離でも戦える場所はあるけん、そこに立てこもってしまえばなんとかなるのさ。行くぜ。イェーイ、攻め込め、攻め込め、みんな。行くぞ、みんな。ビクトークっすよ、俺。命中率高いですよ。なんで命中率高いやつ選んだかっつったら、最近つか帰ってきてからなんよな、なんかやな、なんか設置、なんかあれなんよね、なんかあれっていうのはなんか言葉思い出さんけど、ほらん、いやー、俺のペディ引っかかってやんの、やった、いいね、幸先いいよ、チームもいい感じに、ほらん、誰もおらんがな。なんとか MP7 ばっか使いようんやけどね、サブマシンガン使うときって。あ、誰もおらん。あー、だーい、あー、怖っ。あー、そっか、おるんすか。MP7 って命中率どっちかって低い方なんですよね。なかなか敵に当たらんでね。やけん、ちょっとビッグトークっていう命中率の高いやつ選んでみたらなかなか綺麗に。よし、設置。さっきと何パターンや。こっちから来る。味方か。味方やな。ウエタならいいや、敵どこおるかな、いやー、来ちゃったー、ライフ撃てもたー、ようあるんですよ、これ。これはあれやな、現役でバリバリ毎日やりよった頃から癖としてついとるやつで、なんかなってしまうんよな。あー、当たれ、あー、危ない、危ない、危ないっすやん、設置、あー、怖、ギリギリの勝負だったね、今。なんとかハンドガンに切り替えて勝ったぐらいの。危ないな。そう。こっちおるかな。あっ、あっ、あっ、危ない。バカ野郎。くそ、入れ違いで入ってくんな。誰かおるんかな、敵おらんかな。よし、こっち行こう。こっち行こう。敵じゃないっすか、敵じゃないっすか。あっ、目をつだな。命中率がいいとは、いやー、エイムが悪いんですわ。最近の俺はエイムが悪いんですや。うん。誰かおらんか、おらんね。上には味方、あ、下にも味方か。じゃあ敵おらんな、ここ。どっか動かんかったら敵には出会いませんようだ。設置、これは定番パターンです。あ、え、かかった感はあるんやけど誰も、あ、バカ野郎。あー、こんな時に携帯にメール来たよ。ちょっとそういうタイミングで来るんやめ、あー、止めろ、とりあえず携帯の着信を止めろ。オッケー、よっしゃー、チームは勝ったんじゃ、俺な。5キル4です。まあ、いいでしょう。まだ、レシオ1、上回っとるわ。いけるいける。よっしゃ、このまま、このまま。あっ、はいはいはい、いや、味方や、よう見たり、味方や、ちょっと青、緑のアイコン見えんか。あー、ショットガンっすかー。ショットガン、今のショットガンな。ショットガンやな。俺のいつも使えるショットガンじゃなかったな。SMG ってやつだよ、俺は、ショットガン使うときは。まあ、そのショットガンは基本使わんけどな、俺。あー、ダメだ、匂い飯だ、そーっす。あー、味方がやってくれた、ちょっとペジ、あー、ショットガンっすか、またショットガンですね。こいつさっき出会ったやつや、クソ、ショットガンに弱いな、ハルマシンガン、やっぱり。モンステージ、近距離が強い部分もあるからやん。サウマシンガンが強いと同時にショットガンも強いわけだ。あー、逃げろ、俺逃げろ、俺逃げろ、逃げ切った、逃げ切ったんちゃん、逃げ切ったんですね。
危なかったんですね。撃たれた、撃たれた、撃たれた。あ、当たった、そして逃げる、そして逃げる、そして逃げるぞ、そして逃げるぞ。こっちが、あ、味方だ。あーじゃあ、おいしょおいしょおいしょ、あー味方に取られた。あーあー、とばっちりとばっちり、それはちょっとちょっとばっちり、俺がやったんじゃないんですよ。味方もやったのは俺じゃないんですよ。あなたの味方もやったのは俺じゃないんです。どうしましょうどうしましょうどうしましょうってのはどうしましょう。こっから入って、あーあーダメですね、反応が遅かった。5キロ8ですだ、あかんぞ、調子悪いにも相変わらず。いつも通りこっちから入っていくパターンのやつです。さあここを越えてからのビギニングアタック。あっ、よっしゃ、腰打ちだと思ったショットガン、またお前か。まだチームは勝とう権まだいい方なんよ。ただ個人成績もいい状態で勝ちたいよね。おるか、おるか、あ、二人も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 。你是死了。你把系统准备就绪。没有了，现在用完了。とりあえず今のどこか出てくることはないだろうって考えた。いや、いいね。対応力高いぞ、俺は。あ、オッケー、オッケー。次行ってみよう。あ、おい、誰もいない。オッケー、まだいける、まだいける、まだいける。おっしゃ、あ、オッケー、ここに来る、ここ立てこもったら俺は強いぞ、俺は強いぞ。UAV 来てる。やったー。UAV inbound。ここに隠れとくパターンね。あいざまず、あいざ、あああああああ、オッケー、今のスナイパーかな、なんこれ、おお来たー、何だったっけ、名前忘れた、久しぶりやけど名前忘れた。いやーいやー、タイミング悪かった、何やっけこれ、名前忘れたな、名前忘れた、なんて名前やっけこれ。ピューってでボーンってなるやつやな、名前忘れたんやけど、何やったっけ。いやいやいや、ハンターキラーか。とりあえず生きる取ってくれたよ、ハンターキラーちゃん。ありがとう。あ、よし、そして設置。いや、すごい。クラックルも防ぐぞ。味方援護、味方援護、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 援護になってなーい。おい、16、16キル11ですよ。16が1になってる。よっしゃ、いいぞ、いいぞ。あと、はっきりか取れば勝ちか。いけるいける、このままこのまま。俺がトップじゃ、俺がトップ。UAV inbound。あ、こっちおらんのか。え、上おる。ガシャー、ナイファー。あ、もう一人、もう一人。あー、かーん。二人目はさすがに無理か。だが、いけるぞ。もうこれはチーム勝ったも同然ぞ。俺が1位の状態で終われるかどうかって話かな。いいね。こっち行こう。おー。これはこれは、こっちから行けば叩けるんじゃないかな。いけー、援護力がないけど、なんとかなった。あー、まだおるんすか、まだおる、まだおる。ショットガンならそんなに。イェーイ、ざまー、深追いは禁物だよ。あっ、おった、おった。ざまーとか言うたら、このざまー。でも、あと3キルですよ、あと2キル。これは味方が決めて終わるパターンかな。終わったー。2キル一遍のパターンですね。イェーイ !19 キル13です。いいね。俺本当にやめやがいいかっていうくらいの記録取ってしまったよ。スロースターで当たったな。どっちかって言ったら序盤やられとった方。あ、この人ちょっと味方でもおったんや。この銃使う人。敵にだけかと思ったんやけど。やい、とりあえず1位ですよ。やったー、やめやがいの一発目の実況でこんだけ取れるんですよ。俺スター性がすごい。それでレベル30。ちなみに弟はいつの間にかレベル7からプレステージ7から9まで上げとったみたいで頑張ってるね。とりあえず今回のパートはここまで。ご視聴ありがとうございました。シュー上げ。